スノーマン、NHK 紅白が第1部 30% 割れでジャニオタ歓喜だがノージャニーズは本当にダメージだった。第74回 NHK 紅白歌合戦の視聴率が 30% 割れしたことが話題になっている。1月2日、各メディアは同番組の第1部、午後7時20分から8時55分までの視聴率が 29.0%、第2部、午後9時から11時45分までについては 31.9% だったと報じた、関東地区、ビデオリサーチ調べ。視聴率が 30% を下回るのは2部制となった1989年以降で初だが、この結果に勢いづいているのがジャニーズファン、現スマイルアップファンだ。ネット配信で133万人ということは、日本の総人口である約1億3000万人から考えて視聴率としては 1% に相当します。今回の紅白は旧ジャニーズの代わりに別の出演者を擁立したわけですから、スノーマンが叩き出した 1% を単純に足せば良いわけではなく、どの出場者と差し替えれば視聴率を上げられたかを考えなければなりません。ですので、単純にスノーマンが紅白の前半に出演していれば 30% 割れは防げていたと考えるのは早計でしょう。